揺れて振るの動き、首の使い方に注目してください。スティック高内幸三。はい、高内幸三君です。今日の団体選手ですね。高校時代、世界から培ってきたスティックをやるぞという方です。キレッキレだそうですね。鋭いトスに狙うが、守備のキレッキレ、楽しみましょう。Stop.